ボタンクリップ対応のサスペンダーサスペンダーとは、日本語で、ズボン釣りと呼ばれるズボンを固定するベルトのことである。ボタン式のサスペンダーをする、男性クリップ式のサスペンダーをする、男性リング状のサスペンダー。これはズボンではなく、帯皮を釣るための軍用、釣りバンドと呼ぶ人もいる。通常エラスチックゴム製の一体のベルトを肩にかけ、ベルト先端のボタン、または、 クリップ、O 型や D 型のリング、組紐で固定して、ズボンを吊り下げたような形態となる。伝統的には、背広のズボンはベルトではなく、サスペンダーで吊るのが清掃とされている。清掃以外にも、作業服やジーンズにも取り付けられていた。また、ベルトと比較して、腹部を締め付けないため、ウエストの大きい肥満体系の人であっても負担が少ないとされる。 もともとは単独のパーツとして用いられていたが、その後ズボンやスカートに最初から作り付けになった。サスペンダーパンツやサスペンダースカート、オーバーオールも広く用いられるようになり、男性のみではなく女性にも用いられるようになった。最近では実用性のみにかかわらず、様々なデザインのものがファッション性を重視する衣装に多く用いられている。なお、 サスペンダーという言葉はアメリカ英語であり、イギリスではサスペンダーのことをブレーシーズという。イギリスでサスペンダーというとガーターやアームバンドのことを指す場合もあるので注意が必要である。クリップ式とボタン止め式がある。H 型、X 型、Y 型、ショルダーホルスター型があるが、H 型、X 型、ショルダーホルスター型の方が、 クリップやボタンを挟むところが多いため、やや丈夫とされている。18世紀は、背中が、H 型、18世紀の終わり頃に、X 型、19世紀の中頃に、Y 型と変化を遂げていった。ショルダーホルスター型の風変わりなものもある。冷装に用いるものは、ビジネスやタキシード、長寿なら無地の黒、刑事のディレクターズスーツ、モーニングコートには、 白黒の縞柄、塩美服には、無地の白となっている。サスペンダーは一般には、バンドは黒や茶色、金具は、銀や金、黒だが、金具だけの色違いやバンドの花柄などの柄物も存在する。ワイシャツやネクタイの色に合わせて着用する人もいる。サスペンダー単体で用いる人が多いが、サスペンダー専用のまた上が深いズボン以外には、 また上が浅いズボンが多いので、ベルトで腰を締め付け、サスペンダーで、ズボンの折り目を綺麗に見せたり、ズボンを上げて履くことができる利点があるため、かつては、ベルトと併用する人も見られた。ペリーサスペンダーというベルトと併用して着用する、サスペンダーが存在する。クリップ式は一つずつ取り付けることが多いがボタン型は二つで一組なので二倍に。 スラックスに取り付けることができる。まとめると以下の通りボタン止め式は、前後をスラックスの内側につけるもの、前後を外側につけるもの、前は内側、あとは外側につけるものの3種類がある。ボタンを前は内側、あとは外側につけるタイプはサスペンダーを見えにくく、体を動きやすくし、後ろ側は椅子に腰掛けた時に背中に当たって、痛くならないための配慮だったボタンは、 スラックスの折り目に沿って取り付けると動きやすくなる。Y 型の場合は、後ろはスラックスの真ん中に取り付ける。サスペンダーはきつく止めていると肩が凝ったり肩から外れやすいことがあるため、ややゆったりと金具をサスペンダーをつけて、多少ズボンが上下に動く余地があるのを選んだ方が良い。また上を 1.5cm から 2cm ほど長くした深いズボンを選ぶや やや幅の広いサスペンダーや背の部分の長さも変えられるサスペンダーを選ぶことも大事である。サスペンダーは二股に分かれる部分が肩に近ければ、それだけ外れることも少なくなる。ありがとうございます。